英会話スクール English Partners イングリッシュパートナーズの清家薫です。陰性結果が出るは英語でテストネガティブコロナのニュースでいろんなところで耳にするかもしれないんですけれども陰性の場合テストネガティブ陽性の場合テストポジティブを使います、えー、テストポジティブとネガティブっていう言い方を使うので覚えやすいかもしれないです、えー、ちなみにコロナの言い方は COVID-19 かコロナバイロスどちらでも大丈夫です えー、いろんな例文見ていきましょう。陽性だった。i tested positive。陰性だった。i tested negative、えー。コロナ検査の結果は陰性だった。i tested negative for corona virus、えー。陰性結果が出るは英語で test negative。ぜひ覚えてみてください。会いに行く英会話スクール、イングリッシュパートナーズで検索。オンラインレッスンも始めました。